長崎総之助6月25日昭和37年11月7日は、日本の鉄道官僚、実業家、第3代日本国有鉄道総裁、日本エアウェイ開発社長。秋田県南秋田郡川尻村で村長の長崎、総太郎の長男として生まれる。幼少の頃から成績優秀で長身でもあり、 川尻小学校、牛島高等小学校を経て、秋田中学校へと入る。中学校では、ボート部に所属し、その後第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部独法科を卒業。1920年鉄道省入省。1926年在外研究員として、欧米に派遣され、その後1930年に設置された。 国際観光局の所務課長に任命され、1932年経理局会計課長となる。1937年東京鉄道局長、1939年運輸局長を経て、1941年に鉄道省最後の時間となる。そして1943年鉄道省と低新省が統合された運輸通信省の鉄道総局長官を経て、 1945年、飯田聖太郎の後を受けて、二代目運輸通信次官に就任する。戦後公職追放の処分を受け1951年8月6日に追放解除されたが、桜木町事故の責任を取って、辞表を提出していた、加賀山幸男の公認として、同年8月25日、国鉄総裁に就任した。 在任中は交流電化方式の導入に尽力する。一方、地方交通線でのレールバス導入並びに、機動車による動力近代化を推し進めた。しかし、1954年に、東山る事故、1955年に、四雲丸事故が発生すると野党から責任を追及する声が上がり、5月12日にはついに、非免決議案が提出される事態となった。 ここに至って、時の運輸大臣、三木武雄に辞表を提出し、これを受けて、衆議院議員運営委員会で、非免決議案を同日中に提出することが、見送られたが、5月19日に辞任した。辞任後の1956年に、参議院議員通常選挙の秋田県選挙区で、無所属で出馬するも落選。1961年4月、懸垂式モノレール会社の日本、 ェアウェイ開発初代社長に就任。1962年11月7日、観光編のため、社長在任のまま東京で死去。去年66、秋田市本税寺の長崎家墓地に葬る。ABC 秋田県総務部秘書広報課、秋田の尖閣、第4近代秋田を培った人々秋田県。1970年、229から243ページ。 AB 昭和30年5月12日衆議院議員、運営委員会議事録、モノレール45年の追憶、三木忠直、モノレール82号、P39 から51、1994年8月、長崎総之助氏死去、読売新聞1962年11月7日、有刊9面。AB、長崎忠雄氏、秋田伊佐新報。 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www. 先駆け j p スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ 20200926ak0011 スラッシュ2021年3月1日閲覧ありがとうございます。Ə.